腕輪の力を引き出した井伊直虎の奮戦もあり、反乱軍は奪起の関係を破り、徳川家康らを救出した。徳川主従は久しぶりの再会を果たす。だが喜んでばかりもいられない。未だ目的の見えぬ強大な敵奪起と呂布、反乱軍の前途にはまだ広大な暗雲が広がっていた。闇を少しでも振り払うため反乱軍は次なる行動に出た。織田軍につきながら静観していた魏伊達連合軍、彼らに接触を図り真意を聞き出そうとしたのである。使者を送りましたが、敵軍は話し合いを拒否、防衛の準備を始めたとのことです。戦わねばならぬか。ま、一回ぶちのめしてやれば話を聞く気にもなるだろう。敵にはあの芝居もいるか。俺には少し荷が重いな。孔明、君がここにいてくれれば。全軍止まってください。この敵の布陣、きっと罠です。橋を渡った先におそらく伏兵が。迂回し逆に背後をつきましょう。すげえな、見ただけでわかるのかよ。どうしよう、諸葛亮と机を並べた軍師、そのぐらいの読みは当然だ。直政、水産か。お前は我が功とさせてもらう。御方の英傑が徐々に増えていますね。頼もしい限りです。そうだな、このままいけば信長にも対抗できるかもしれない。おお、よくやってくれた。間髪すると見事だが、油断ならない敵ということです。この先も十分注意するのですよ、神か。我らの備えは万全よ、バカめ。どこからでも攻めてくるがいい。油断するな、バカめ。足元を救われようぞ。エルセッの女性は足だが、下と見よ。これぞ武の極み。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。
何？背後から敵が。伏兵を見破られていたか。急いで伏兵を撃とう。彼らが体勢を立て直す前に。ご無礼ながら背中がガラ空きでございます。一緒にな。何でしょう。敵さん撃ち取った。血の森、敵の狙いは強撃だったのか。伏兵を見破っただけで俺は満足していた。相手の方が一枚上手ということか。挑戦です。クヘには感づいておったようじゃが、それで油断するなど甘いわ。常に二の矢を用意する。それでこそ一流の軍師というものだ。撃ち取りました。攻撃される前に本陣を捨てましょう。敵中を突破し、そのままあちらの城へ。ほう、囲まれる前に動いたが、やつもまんざらバカではないようじゃな。飛んだ失態を申し訳ございません。まさかさ、途中棒が破れただと。侮れぬ敵よ。すごいな、その力どうやって身につけたんだよ。やはりこの戦、孔明がどうするだ。ん、ここは兄者の軍がいるようだ。ええ、拙者が前、現着の顔も見ます。どうやら姉妹と戦っているようですが。孔明は一人申した。諸葛亮、軍拠、こんなところで再会できようとは。再会の喜びはなき一番。まずは兵を分け、私が来たと触れ回ってください。なるほど、芝居の読みを利用するつもりか。全軍に伝令を送ろう。孔明はやはりすごいな。よくぞ兄者を守ってくれた。これよりは拙者も貴殿らと堂々いたす。勝機は今、厳しく攻め立てます。伝令受けたまわった。我らの役目は労働か。行きましょう、ペルセウス殿。劣勢の中で兵を二つに分けるか。逆分拳、行きます。消せないな。今は従おう。よし、我らも雪村殿と共に進むぞ。敵は兵を分けたようじゃな。それに諸葛亮が現れたと騒いでおる。くだらぬザレ言を、やつの名を出せば私が動揺すると思ったのだろう。撃ち取りました。都合よく諸葛亮が出てきてたまる。劉備のいる本隊を撃ち、即刻戦を終わらせる。背後は任せよ。私が現れたことはいずれ敵にしてます。ならば逆に牽制し、砕くに疑わせましょう。芝居殿なら必ず疑うはず。そこまで見越しての行動とは、さすが孔明様。レネ、やはり本物の諸葛亮が部隊を率いているとのことです。その手に乗るか。何そちらは陽動よ。南から迫る劉備の部隊を狙え。以前の力を使ってください。おお、よくやってくれた。敵はこちらに集中している。陽動は成功しているな。それもペルセウス殿の働きあってこそ。私もより一層奮起せねば。
奴らの必死な様、やはりこちらが本命だろうな。策はうまくいったようだ。こちらの敵は手薄だ。容易に突破できる。それも関羽殿の部があればこそ。そろそろ時が満ちます。レネ、例の部隊を率いているのはやはり右勢を持った軍師とのことです。まさか本物の奴孔明か。かの芝中たちもいるのだ。可能性はある。道は開けました。慎重かつ迅速に進みましょう。いいぞ、その調子だぜ。老将と侮る残り、いいぞ。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。木造でもないのか。刀に申す。何で弾は弾か。この戦場に私が来たのは偶然です。読めなくても何も恥じることはありませんよ。面白い。あれを諸葛亮、この奥州の竜が相手じゃ。やはり孔明はすごい。君が来てくれて助かった。玄直が耐えてくれたおかげです。ところでこの世界は一体。なるほど、事情は理解しました。想定外の不可思議な世界、脱するためには力を合わせるしかないようですね。うん、兄者のためこの世界でも我が武を振るわん。私も微力ながら尽くしましょう。雲長、そして諸葛亮、月英、会えて嬉しく思う。これからもどうか私を支えてくれ。ええ、劉備殿。ところでそちらの方々は。わしらは信長の妙な力に無理やり従わされてな、抗う気を伺っていたのよ。しかし信長様の力はあまりにもお強い。考えなしに挑んではまたねじ伏せられてしまいます。だからあなた方の力を試させてもらったの。信長殿に対するだけの力があるかどうか。皆の優れた武勇、そして団結力、お見事でした。これからはどうか共に戦わせていただきたい。そういうわけだ。まさか異論はあるまいな。ええ、こちらとしても戦力が増えるのはありがたいことです。ところで信長はゼウスと手を組んでいるのか。腕輪の力を何に利用しようとしている。詳しいことは知らぬが、やつに腕輪を託した者がいるとは聞いたことがある。じゃが腕輪を渡した者の目的がどうあれ、
信長はそれに従うような男ではない。むしろあの力を利用し、己が思うことを成し遂げようとする、そういう男じゃ。戦力を整えたとして一筋縄ではいかんじゃろうな。天かける竜となる。地の小十郎、参ります。この芝中達の地望見せてやろう。戦も人も私の思い通り。孔子祭、任務を遂行する。義の刃持て、乱世を打ち払わん。この諸葛孔明、乱世の地図に天下の大計を描きましょう。龍の妻としての誇りを胸に、いざ参り。最善の結果だな。道が開けた。で、どちらが先に行く？私が。腕輪を盗んだあの男、許してはおけぬ。半人などに目をかけるからそうなるのだ。まさか我らを欺き、ここに忍び込むとはな。責任は取る。待っているがいい、ペルセウス。信長と直接対する前に、もう一つ下しておきたい勢力がある。孫権の軍だ。父上もこの世界に？ああ、かなり以前からな。信長にも頼みにされているようじゃ。俺も会ったことがあるが、虎を名乗るなかなかの猛者だったな。そうか、あれはお前の父親か。うん、父上ならこちらの事情を話せば分かってくださるかもしれぬ。だといいがな。念のため俺はちょっくら準備を整えとくぜ。お前らは先に行っててくれ。承知しました、氏康殿。もしもの時はよろしくお願いします。軍に所属する者も増えてきたことですし、戦に出ない者は修行に送ってもいいかもしれませんね。うん、皆が力をつければ闘争もより楽しめよう。賛成していただけて何よりです。では準備を整えておきますよ。